皆さんこんにちは。2022年10月2日にガーシーこと東谷義和さんがオンラインサロンガシルで浜辺美波さんのパパ活について暴露したことが話題になりました。17歳で100万円以上のお金を受け取って男性と関係を持っていたという衝撃の内容。お相手は一体何者なのでしょうか。浜辺美波さんは清純派で売ってますから芸能界引退も免れないかもしれません。そこで今回はガーシーさんが暴露したパパ活の内容についてまとめてみました。ぜひ最後までご視聴ください。まずは簡単なプロフィールから紹介します。本名浜辺美波、生年月日2000年8月29日、出身地石川県、身長157cm、血液型 B 型、職業女優、ジャンル映画、テレビドラマ、CM、活動期間2011年、事務所東方芸能、公式サイト浜辺美波オフィシャルサイト。幼い頃から読書が好きで、読書は音読をしていた浜辺美波さんで、今でも音読は得意とのこと。両親が共働きだったため、おばあちゃんと一緒にいることが多かった浜辺美波さんは、本を読むとお母さんに褒められたことが読書が好きになったきっかけだとか。津幡町立城南小学校では学級委員長などを務めていましたが、団体行動が苦手のせいか友人があまりできなかったそうです。全般的にスポーツは得意でなかったものの、弟さんと一緒に虫捕りなどをして遊ぶ活発な一面もあった幼児期の浜辺美波さんだったようです。人見知りな性格で、おばあちゃんっ子の浜辺さんが芸能界に入ったのは小学校4年の時に開催された第7回東宝シンデレラオーディションでニュージェネレーション賞を受賞してしまったことからでした。受賞後は東宝芸能所属タレントとして芸能界で活躍をしていましたが、幼いこともあり地元石川県東京を行き来していたようです。小学校時代の浜辺美波さんの憧れの職業は司会で、司会になりたかったのか、偏差値のある程度高い県立中高一貫校の石川県立金沢緊急中学校に受験し入学をしています。この時期の浜辺美波さんは激しい反抗期があり、仕事で何日か学校を休むことが多いと、学校に行くのが嫌になり、それで喧嘩になっていたようです。そんな時は父親が浜辺美波さんを車に押し込んで学校に行かせていたとテレビで明かされています。2019年3月付のご自身のツイッターで堀越高校を卒業したことを明らかにした浜辺美波さんでしたが、多忙な高校時代だったと思われますが、仕事と学業を両立されていたのですね。浜辺美波さんの高校時代は2016年から2019年になります。この間に浜辺美波さんのご活躍をウィキペディアで調べてみると、数が正しければテレビドラマだけで13本、浜辺美波さんが売れっ子だったことが分かりますね。浜辺美波さんは芸名のような本名を持つ芸能人の一人として挙げられています。本人はこの名前について2018年10月のイベントで、なかなか海っぽい夏っぽい名前です、本名にするか芸名にするかの選択肢があったんですけど、父がつけてくれた名前で、すごく自分でも気に入っていたので、ぜひこのままでと言わせていただいた、今もすごく気に入ってますと述べています。南の名はタッチのヒロイン朝倉南に由来します。本人の推すニックネームはベイヤン。東宝シンデレラオーディション応募当時の志望は女優ではなく司会でした。小さな頃はお手玉が好きだったので、シルク・デュ・ソレイユにも憧れていたといいます。そして本題である、2022年10月2日にガーシーこと東谷義和さんが取り上げた浜辺美波さんの未成年の時のパパ活疑惑、暴露内容は浜辺美波さんが17歳の時に佐野日向子さんらから紹介された男性からお金を受け取って関係を持ったというものでした。パパ活の相手の男性については現状実業家としか明かされていません。名前や年齢、もちろん顔画像についても非公開。実業家男性とのパパ活の詳細は時系列で以下にまとめました。ちなみに川口春奈さんと同時期の話です。1、
男性実業家は浜辺さんと川口さんを紹介するだけで300万円払うと元タレント A に交渉。2、実業家男性、元タレント A、佐野日奈子さん、浜辺美波さん、川口春奈さんにたどり着き、それぞれパパ活指導。3、佐野日奈子さんと元タレント A でアテンド料300万円を折半したと予測されています。4、実業家男性は浜辺美波さん、川口春奈さんと1人ずつ食事。5、2人ともタクシー代として100万円をそれぞれ受け取る。6、実業家男性はその後も浜辺美波さんをシンガポールに呼び寄せお金の交渉をして授受。7、2度目のシンガポールでも同様、お金の交渉をするため訪れるも一般人にバレてホテルごもり。詳細を見てみると、一般人のパパ活とはレベルが違うものですよね。またガーシーさんは今後の浜辺美波さんや事務所の出方次第でさらなる情報を公開していくことも匂わせています。相手の実業家男性についてももう少し詳しい情報が明かされる日が来るのかもしれません。元タレント A さんはアーティストとの結婚を機に引退しているようで、女性とは分かっていますが誰だかは不明です。ただヒントとして、夫であるアーティストの方はバリバリ現役なので、何かガーシーさんについての発言があれば元タレント A さんの本名を晒すと言っています。今やガーシーさんによって女性アテンダーとして有名となったタレントの佐野日奈子さんを介して、浜辺美波さんと川口春奈さんを男性実業家に紹介したという経緯だとしています。紹介料は佐野さんと元タレント A さんで折半という話です。川口春奈さんについては食事に行った後どうなったのかは明かされていませんが、佐野日奈子さんとは体の関係を持っていると暴露されていました。複数の芸能人と高額のパパ活をしていたのだとしたら、かなりの高収入の方だということになりますね。またガーシーさんによれば、元タレント A さんの身近な人物によるタレコミとのこと、浜辺美波さんの LINE でのやり取り、動画などを証拠として持っていたため確信して暴露に至ったと明かしています。ガーシーさんは未成年を売春斡旋している、佐野日奈子さんや元タレント A さんは犯罪に匹敵すると訴えているように伺えました。動画と LINE 画像に関して出せない理由は、内容がリベンジポルノになってしまうから、自分が逮捕されるレベルで日本にも帰れなくなるのを懸念して動画は出せません、ごめんなさい、そこだけご了承くださいと説明しています。どうしようもなくなったら全部出したるけど、まだそういう時期でもないと思ってますとして、今後状況に応じて晒すことになるかもしれないという含みを持たせていました。浜辺美波さんのパパ活について世間の声は、浜辺美波のガーシー法出たけど17の時に枕援助交際的なの暴露されてて、やばって叩かれてるけど、やばいのは未成年を金とか権力でつって体の関係を持ちたがる男の方な。よく知らないけど、ガーシーが浜辺美波ちゃんと川口春奈ちゃんのこと暴露したの最低だね。むしろ買った男の方を暴露すべきだよね。弱いものを叩くって最低だよ。17歳の浜辺美波をお金で釣り上げた男がキモすぎるな。パパ活している女優やモデルはここだけでは収まらないようなので、ガーシーへリークする人も後を絶ちそうにありませんね。まだこれからも暴露は続くでしょう。売れっ子で人気のようでも、若い世代の芸能人はそんなにお給料をもらえていないため、見栄を張りたい気持ちにつけ込むアテンダーが取り巻いている芸能界の闇は怖いですね。そんな浜辺美波さんは今後ヒロインを務める映画新仮面ライダーが2023年3月に公開予定。さらに同年上半期放送の NHK 連続テレビ小説らんまんでもヒロインを演じますが、今のところ仕事に支障はないままです。ガーシー氏は暴露したものの、武士の情けか確固たる証拠はまだ出していない。というのも、最近はジャニーズ事務所の暴露が中心で、敵も多くやることがいっぱい。そのため浜辺の事務所も胸をなで下ろしているようです。とはいえ、疑惑が出てしまった以上、今後はこれまでのように清純派キャラを貫き通すのは難しそうですね。そこで業界からはこの機会に
男をたぶらかす女やサイコパスなど、イメージを一新するような役に挑んでほしいとの声も上がり始めている。事務所の先輩長澤まさみがスキャンダルを経て女優として大成したことも起因しているようです。秋分が女優としての糧となるのかが見ものですね。しかしまだ出していない証拠の動画や LINE が表に出回ってしまったら、浜辺美波さんは芸能界引退も免れられないかもしれませんね。いかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録高評価もお願いします。それではまた。